風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才の目次第。映画バクトの看板しょって、歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラThe Cinema Hustler。 時刻は間もなく10時1分になろうかというところです。 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、今週のそのシネマハスラーの、メモノートはですね、ついに15ページと半分まで行きました。ちなみに先週の悪人が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ページです。ガタ映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、13人の刺客。1963年公開の工藤栄一監督作、13人の刺客を三池崇史監督がリメイク。江戸時代後期、暴虐を重ねる 将軍の弟を暗殺するため13人の刺客が集まり壮絶な戦いを繰り広げる。主演の役所広司を筆頭に稲垣吾郎、松方弘樹、山田孝之、市村正親、ら現在の日本を代表する豪華キャストが集うということです。はい、ということで、メッセージ大量にまたねこの映画を見たというリスナーの皆さんからいただいております。今週多いです。メッセージの量で、一部で絶賛のムードもあり足を運んだ方が多かった模様です。皆さん本当ありがとうございます。あと全部目通しておりますが、で、メッセージの傾向、欠点もあるがそれでも面白い。いくつかの欠点を指摘した上で、それでも今の日本でここまで真っ当な娯楽時代劇が見られるとはと褒める意見が多かった。主に指摘される不満点は13人の刺客の描き分け不足とか、最後の合戦の展開に納得がいかないとか、三池監督らしい逆演出が余計などなどあります。稲垣吾郎を含め役者陣の評価は、概ね高評価ということです。代表的なとこね、本当に皆さん大量にいただいてて、きっちり全部メイトしてますが、代表的なとこ紹介させてください。ラジオネームはない。メールでいただいております。今回の映画化は一言で言ってリメイクと感じさせないリメイク版。かつての、池上兼夫脚本、これだから後の池宮翔太郎さんですよね、を、現代の役者で考える限りのくせ者を揃え、すごく真っ当に映像化した志の高い傑作だと感じました。またオリジナルと比べて今回の方が変態性欲暴君も異常ですが、同時に視覚側も守る側も、武士道という一種の毛筆に取り憑かれた存在としてすごく突き放して描いているように感じられるのも印象的でしたというね、あきりの氏からメールでいただいております。男性です。そして、ラジオネーム小持ち乳首さん、男性。この方ちょっといまいちメールです。切腹深夜、四肢を、切られた、娘、四肢を切られた、ごめんなさい、要するに手足ですね、切られた娘、稲垣吾郎を扮する、松平成次の強行の数々、目をつぶりたくなるような演出でただの時代劇ではないぞと期待させるも、後半の決戦シーンになった途端、途中までのケレン目はいずこ、延々と続く単調なチャンバラになり果てる始末と。13人全員のキャラ立て不足が致命的だと思います。印象としては5、6人の刺客、稲垣吾郎の開演がなければもっとダメな映画になっていたと思いますということです。はい、ということでちょっとすいません、2つしか見えませんでしたが、でも大体バランスとしてはさっき言ったようなバランスの本当にメールが多かったという感じだと思います。では行ってみましょう。僕はバルト9で結構夜に2回見たんで、まあそこはぼちぼちだったんですけど、結構年配のお客さん中心に結構入ってるなんていう話も聞きますね。で、まあまずその三池崇史監督作ということで、まあそのシネマハスラー史上一応その同一監督作としては最多っていうことですよね。で、まあヤッターマンと、あとクローズゼロ2と、あと、まあ今年度で言うとゼブラマン2ですね。で、それだけまあやっぱり相変わらず超多作、すごいペースで作っているっていうのももちろんありますし、あとなぜかですね、実際そのそれらの作品が公開されると必ずサイコロが当たるというこのコーナーとの縁も、感じたりもします。本当に毎回当たってるんですよね。はい、で今回はまあさっきも言いましたけど、1963年工藤栄一監督、まあ後の池宮翔一郎さん、翔太郎じゃない、翔一郎さんとなる、まあ、作家の、翔一郎さんになる池上兼夫さん脚本の13人の刺客のリメイクと。で、工藤栄一監督っていうと僕とかの世代だとそのテレビの必殺シリーズとか、まあ、野獣デカとかですね、横浜 BJ ブルースとか、まあ、あとはそれこそですね、
ウォータームーンっていう、まあ、ちょっとね厄介な、はい、長渕剛さんのねがあったりするんで、まあ、創造の工藤栄一監督って僕の世代だとそういうイメージですけど、まあ、元々はその東映のチャンバラ時代劇山ほどを撮ってるような監督で、でその中でもその13人の刺客っていうのはその東映のその集団構想時代劇っていう、まあジャンルを確立した名作っていう評価がまあ定着しているとものですね。で、まあ、要するにその昔ながらの、まあ、言っちゃえばそのなんかすごく型が出来上がったその時代劇っていうのがまた、まあ、この頃にはもう下火になってきてて、で、まあ、よりリアリズムを追求した路線と、まあ、それこそ後の実力ヤクザものにもつながっていくようなリアリズムを追求したようなものであったとか、あとプラスその以前ならその単独で一本作っていたようなスターたちをもうまとめてドカンと作らないとっていうような時代にもなってきてるっていうのが、まあその集団構想時代劇63年作られてるそういう時代だったと。で、まあと同時に、まあ、まだまだその撮影所システムっていうのも健在だし、その時代劇チャンバラを撮るノウハウとかシステムっていうのは、まあ当然のようにまあそこに全然バシッとある時代でもあるわけですよね。でそれに対してまあ今っていうのは、まあ、特にここ最近なぜかその時代劇映画ブームではあるんだけど、その時代劇を撮るノウハウっていうもの自体が基本的には断絶してしまってる状態ですよね。で、まあ、それとまあ、パラレルっていうか、それとまあ、並行した、それ以上の大きな問題として、要は、観客側、我々観客側も、時代劇を見るリテラシーみたいなものがもう、あらかた失われてしまってると。要はその、例えば、時代劇の、その例えば時代背景とかのそのお約束ですね、時代劇のお約束の共有みたいなのもなくて、ジャンルとして共有できなくなっちゃってると、最低限の知識みたいなのが。でつまりそのオリジナルのその13人の刺客が作られた頃のように、そのまあ63年でまだギリギリ当たり前のように時代劇が作られて、でそれが見られる時代っていうのとはもうそういう構造自体がないってことですね、現状がね。でちなみに今その63年ってギリギリ時代劇が当たり前のように作られて、そのギリギリっていうところがこの13人の刺客がですね、今回リメイクするにあたって、その現在とリンクし得るポイントでもあると思うんですけど、まあ、それちょっとこう、後で言いましょう。で、まあ、その、要は、当たり前のように時代劇は作れないし、見られない時代だと。で、そこでどうするかっていうと、まあ、大体が、まあ、2パターンぐらいあって、まあ、現代にも、現代人にも通じる話として、まあ、例えばそのサラリーマンとしての武士みたいなね、ものであったりとか、まあ、あるいは恋愛ものだったりとかして、まあ、言ってみればこじんまりまとめる方向をね、っていうのと、あとはもう時代交渉とかも思いっきりすっ飛ばして、思いっきりポップ化してしまうっていう方向、まあ、ぐらいが多いと思うんですよね。隠し砦の三悪人のリメイクとか思いっきりそっちの方向だったりとかしましたけど、で、今までの三池崇史作品のカラーとかやり方からすると、まあ、その13人の刺客リメイクしますよって話最初聞いたときは、まあ、後者的なまあやり方なんでしょっていうのがまあ予想したんですよ、やっぱり。まあ、それこそそのすき焼きウエスタンジャンゴ、ありましたね、2007年。風の。で、なんですけど、これはどうなんでしょうね、そのすき焼きウエスタンジャンゴの教訓をちゃんと学んだということなんでしょうかね。今回の13人の刺客のリメイクは、そのどっちでもないっていうことだと思います。まあ、いたずらに例えばですね、そのポップな、言ってみれば反則技的な時代劇っていうのに逃げることなく、時代劇としてまずちゃんとやって、なおかつちゃんとアクションエンターテイメント、対策娯楽映画としてちゃんと、言ってみれば真正面からアップデートしようとしてるんですよね、これはね。はい。で、まあ、これ映画自体は東宝映画ですけど、まあ、スタジオはその、まあ、時代劇のね、東映のスタジオを使って、カツラとかはその松竹のあれを使ってたりとか、まあ、要するに総力を結集して、まあ、その、真正面から時代劇、大型娯楽アクション時代劇をアップデートしようとしてる。つまり、ものすごーく真っ当な姿勢で、のリメイクなんですよ。これは三池監督らしからぬというべきか。で、そのオリジナルとの距離の取り方という点ではですね、これはアメリカ映画になりますけど、僕はね、3時10分決断の時の、リメイクを連想しましたね。はい。つまり、要するに、オリジナルの美点っていうのを、まあ、すごくもう 120% 理解した上で、その、今だからできる表現っていうのによって、まあ、要するにそのオリジナルっていうのはま、昔の映画ですから、当然、制作された時代ゆえの制約っていうのも当然あるわけで、その、そこを超える今だからできる表現によって、その物語がもともと持ってるポテンシャル、このお話がね、そのお話が、本来語られるべきだったものっていうところまで改めて引き出して作品化しているっていう、そういうリメイクという意味で僕3時10分決断の時をすら連想したんですけど、つまり要は理想的リメイクっていうかね、まさにリメイクの鏡っていうね。はい。で、まあ、プラス、
その三池監督のインタビューなどのその談話によればですね、そのまあ要は13人の資格っていう、もうそのなんていうの、それこそあんまいじっちゃいけないような揺るがせようのない名作みたいなのリメイクっていう、その大義名分があることによって、要は今時なんかいろんな映画を作ろうと思うとですね、その若者、まあ特に若い女性に受けそうな今時要素、まあ例えば恋愛とかっていうのを入れろっていうような要請が入らないだろうと、これ13人の資格だからいじれないっしょって言って通せるだろうというような計算もあったらしいですというのね。はい。まあ、逆に言えばこれ三池監督はやっぱいつもうんざりするほどそういうこと言われまくって、はいはいって言いながらこうまあ形上入れてるみたいなのがいっぱいあるんでしょうね。まあ、クローズ02のね、あの黒木メイサ絡みの恋愛要素のね扱いを見ればもう差もありなんだと思うんですけど、あとですね、今回も脚本が天眼大輔さんというね、今村翔平監督の、まあ、息子さんで、まあ、ちなみにその三池監督は今村翔平門下生と言っていいと思うんですけど、で、三池監督作品だと、オーディションっていうね、はい、あの、何度も僕名前出してますけど、まあ、名作ですよ、本当オーディション。とか、まあ、勃起協定っていうね、はい、とかやってます。要するにその海外での三池イメージが強い作品っていうのかな、それの思い出で組んでると。まあ、要するに残酷ホラーの巨匠みたいなね。俺たちが自慢されたい三池っていう要素ですよね。うん、はい。で、まあ、それ、多分その、プロデューサーがジェレミー・トーマスさんね。なんで、まあ、そのジェレミー・トーマスさんが俺たちが自慢されたいい三池っていうのをよく分かった上での采配なのかどうか、これはわかりませんけど、まあ、そういうシフトになってる。で、とにかくその、特にその天眼さんが脚本手掛けたオーディションっていうのは、僕は、前もヤッターマンの時かな、言ったと思うんですけど、やっぱ僕、あの世間的にも海外ですごく有名な作品ですけど、三池監督の最高傑作だと僕は思うんですね、オーディションが。でなぜかっていうと、その三池さん風の例えばそのエクストリームな表現、まあ、残酷表現、残酷描写とかはですね、その単なるその露悪趣味とかサービスっていうね、まあ、それはそれで別に単なる露悪趣味とかサービスもいいんだけど、この今作そのオーディションに限ったらそうじゃなくて、その物語のテーマそのものと不可分にあるものになってると。でゆえにそれがまたその真に怖いし感動的にもなるっていう風になってると思ってて、でまさに今回のその13人の資格も、まあ、詳しくは後で述べますけど、いわゆるそういうエクストリームなえぐい描写っていうのが、そのまあ、いわゆる俺たちが自慢されたい三池印アピールである以上に、お話自体の強力な抜き去りがたい強力な推進力になっているっていうことですね。ということで、つまり今回の三池崇史監督は、1脚本がちゃんとしている。ね。天眼大輔さんで脚本がちゃんとしている。2。で、そのビジョンを具現化する諸々の条件も、おそらくはある程度、きっちり揃っているという状態。だから、言ってみれば、いつものように、要するに何かこう、ちゃんとやってもしょうがねえなっていう悪条件の中で悪ふざけに逃げる必要が、今回はあまりなかったっていうことなんじゃないかと。いうね。で、まあ、実際ですね、ああ、もうこれはまた三池さんだなって思うような、ふざけポイント。もしくは、なんかよくわかんねえなっていうようなポイント。まあ、要は作品のバランスを崩すほどのですね。あの、三池印みたいなのは、ほんの、まあ、3箇所ぐらいです。3箇所ぐらい。だいたい。俺のカウントだと3箇所。はい。あとは、至ってまっとうに、本当にちゃんと、その大型時代活劇みたいなのをちゃんと撮ってるっていうことですね。で、まあ、それって三池監督らしからぬと言ってもいいと思うんですけど、で、それが、まあ、結果としてどうなってるかっていうとですね、お、面白えっていうことですよ。やればできんじゃん、三池さんやればできんじゃん、もっと言うと、日本映画やればできんじゃんっていうふうに僕思いましたね。あのね、実写の日本映画で、で、ストレートなエンターテインメント、ましてビッグバジェットのアクション映画ですよ。で、ここまで素直にですね、楽しかったーってね、行って映画館を出れたのなんてね、一体いつぶりなんだろうっていう気がするぐらいですね。っていうかね、個人的には用法問わず、アクション映画っていう大きな括りでも、今年結構僕かなり上に来るぐらい満足度高かったですね。はい。でね、その63年のオリジナル、まあ名作ですから、そこに忠実なところは忠実なんですよ。例えば、まあオープニング、まあ、いきなり切腹から始まりますよね。そこをわざと全く同じ構図を使ってたりとかもするわけです。で、まあ、その忠実は忠実。なんだけど、オリジナルでは、その、切腹がもう済んでるところから始まるわけですね。で、ナレーションで説明があるんですけど、今回、その、内野正明さん
演じるその間宮図書っていうね人がこうまあ切腹を要するに苦悶の表情で腹かっさばくところを延々とまずは見せるわけですよね。でまあつっても見せるつっても実はそれほど直接的に見せているわけじゃない。まあその切腹シーンで言えば例えばあのね武監督のあのブラザーズの大杉蓮さんの切腹シーンみたいな意味で見せているわけではないね。ですけどすでにここの場面でもうちょっと静止しがたいようなその凄惨さっていうのを感じられるとっていうのはまあこれもひとえにその内野さんの演技力と何よりもその効果音ですね。グビッ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 グチャっていうでここでその要は解釈なしの切腹っていうのがいかに無残かっていうのを強烈に印象付けておくことでですね、要はこれただの悪趣味じゃないんですよ。ここまでしてこんな思いまでして彼が訴えかたかったことは何か、つまりそのこれから語られるストーリーの発端部分、彼らが抱えている問題の切実さっていうのがこの描写がえぐいことで増すわけですよね。と同時にこの作品全体、このお話全体を包み込んでるテーマでもある要はその侍っていうね、侍っていう存在のもうバカバカしさと言ってもいいと思うんですけど、侍という存在の不条理性みたいなのもここで鮮烈にこうガッと浮かび上がってくるとということで、まあ、全体にこんな感じでオリジナルがあえて語ってない部分、もしくは時代的な制約でまあそこまではやってない部分、あるいはまあ当時は観客側にもそれを想像で補うリテラシーがあった部分っていうのをオブラートに包まずガッとある種ところどころはエクストリームに提示することでより物語にも緊迫感とか切迫感が増して、でさっき言ったようなテーマも鋭く浮かび上がってくるっていう作りになってる。つまり現在だからできることっていうのをちゃんとやりきってる、これ正しいリメイク姿勢だと思うんですよね。でそれを最も一番よく体現している象徴的な存在がですね、はい、出ました。言わずと知れたスマップ稲垣吾郎さん演じる、まあ、もう極悪非道の殿様ね、松平成次というね、これちなみに史実としてはこれ松平成次の後継ぎの成琴さんがまあ、将軍の子で、で、参議院交代中に、その、尾張藩を移動してる途中に、なんか、道を横切った三歳児を引っ捕らえてきて、結局いろいろ反対もあったんだけど、切り捨てごめんしちゃって、で、尾張藩が超怒っちゃって、で、通行禁止だなんていう騒ぎになってっていう史実があるのは、実は成次さんの後継ぎの成琴さんだ。で、今回その、このタイミングで出てた小説版では、その成琴さんに変えられてたりするんですよ。まあ、そんなことはいいんだけどさ。まあ、とにかくその映画では成次がね。で、63年のオリジナル版では、まあもちろん悪いんですよ。すっごく悪い役なんだけど、当時としてはもう相当悪く見えたでしょうね。ショッキングなほど悪かったと思いますけど、でも要は単に超横暴な権力者っていうことですよね。で、もちろん悪いは悪いんだけど、その後、例えばその、東映の時代劇もどんどんこう、それこそ表現がどんどんえげつなくなってって、例えば石井照夫とかの、その残酷時代劇みたいなのがもうあったりするわけで、言ってみれば、63年オリジナルの描写だけだと多分もはや、極悪としてはインパクトが弱いくなっちゃってるわけですよ、現代の我々には特に。で、今回のリメイクの最大のパワーアップポイントはやっぱここですよね。とにかくその、五郎ちゃん演じる成次がですね、もうちょっとその近年映画でねここまでっていうぐらい本当に極悪です。例えば、せっかくもてなしてくれたそのね尾張藩の武家の娘をレイプ、これオリジナルでもある展開なんだけど、そのレイプする時のセリフとかがまあ変わってて、要はそのセリフでも、まあ、文字通りセカンドレイプですよねっていう、もうセリフもひどくなってる。前はなんかこの山奥に置いとくには惜しい器量じゃのうみたいなことを言うんだけど、今回は要はもう人間としても認めてないっていうか、別に綺麗とかそういうことでもないっていうことになってて、ひどっていうことになってるわけですね。で、その後ね、行うことももうえぐーくなってるわけですね。で、で、まあ、そっからさらに、オリジナルにはない彼がやった悪行として、まあ、強烈な悪行、まあ、さっきちょっと言っちゃいましたけどね、要はその、獅子を切られた娘、その、要は、手足を切られちゃった、その、百姓一揆の首謀者の娘っていうのがね、まあ、出てくると。で、その、先ほど言ったように、そのほど、そのものズバリを見せては、その全体としてはいないんですけど、意外と見せてないんですけど、今回は、ここだけはね、それこそ、その天眼大輔さん脚本で作った三池さんの、勃起協定的な、まあ、言ってみればもう本当にエグいゴア描写&ちょっと和風怪奇テイストって言っていいと思うんですけど、まあ、そもそもその前の谷村美月さんのお歯黒がもうすでに和風怪奇テイストなんだけど、和風怪奇テイストで要はもう心底恐ろしい場面になってると、ここだけはまあかなりはっきり見せる。
で、まあ、まずその手足切られちゃった女の人を演じたあの茂木桜子さんですかが、まあもうすごいですよね。もうあれ手足云々じゃなくてもう顔でガーって持っていくし、でそこがまたその、前半、特にその序盤はそうなんですけど、ろうそくの明かりの感じのライティングを生かした要はそのリアルな江戸時代の闇演出ね。ここはちょっと一種必殺ぐらいの時のその工藤栄一のああいう光の影演出みたいのかなりオマージュなんじゃないかなとも思ったりしたんですけど、そういうのも相まって本当に恐ろしいシーンになってると。でここが本当に重要で、要はそのあんな奴が国のトップに就いたらもう世界はむちゃくちゃだと、破滅だと、で民は大変なことになるっていうんだけど、その民が大変なことにっていうのをオリジナル版では具体的には民はそんな見せてない。まあ武家の人たちが殺されたりっていうところは見せてるけど、民のこと見せてないから、具体的に民が大変なことに見せてるこの描写をこれでもかとばかりに強烈にね、強烈にパワーアップしたおかげでですよ、その役所広司演じるその今回の島田新左衛門のそのやるしかねえっていう決意も、引いてはその、後にその集まってくる刺客たちのその行動、決死の行動っていうのにも圧倒的なその説得力が出るし、何よりもきちんとですね、これをね今時ちゃんと出すのは難しいんだけど、ちゃんと完全懲悪的カタルシスっていうのに繋がっていくわけですよ。でその前述した、しかもですね、そのカタルシスって部分で言えば、そのさっき言った女がねうーっつって恐ろしすぎるシーンがちゃんと最終的にクライマックスの恐ろしくエモーショナルなある展開の伏線になってるんですよね。そこで出すかと、僕そのそこが伏線にガッと出た時に本当に全身が痺れるような感動と興奮を味わいましたね。こういう瞬間が味わいたくて映画見てんだよねっていうね。でそのしかもですね、その成次さんっていうのはまあ極悪だって言うんだけど、こいつがやってることがひどいっていうだけじゃないっていうのがさらにすごいと思うんですね。その後ね、その手足切られちゃった女の人の場面の後で、そのさっき言った、切腹した間宮図書さんの家族を、小さな男の子を含めて、まあ要はその成次がまあ皆殺しにするわけですね。これもオリジナルにはある場面なんですけど、まあ場面としてより見せるえぐい演出になってるっていうのもそうですけど、ここであの成次がですね、ある種哲学を語るわけですね。言ってみれば侍ってなんだみたいな。でしかもここで彼がするある動きっていうかがクライマックスのある行動にちゃんと繋がってもいるんですね。これね、よくできてんなと、まあ具体的には蹴鞠を蹴るわけですけど、はい、で要はここで彼がここである種哲学を語らせることで、彼が単なる横暴な権力者じゃなくて、ある意味ですね、こう言ってみれば侍に代表されるその封建社会のっていうものの、その世界の歪みっていうのをもう自らその引き受けて、で突き詰めた結果の狂気というか、要はその封建社会っていうのの世界の歪みを、自覚的に体現してるがゆえの狂気であり悪っていうことですよね。だから言ってみれば侍社会っていうものの欺瞞を誰よりも敏感に見破ってる人物でもあるわけですよ。これそれこそだから言ってみればダークナイトのジョーカー的なというか、あるいはね、重力ピエロのそこだけは良かった渡部篤郎であるとか、ああいう言ってみれば知的狂犬キャラですよね。でだからこそ非常に魅力的にもなってるっていうね。久しぶりにその人が画面に出てくるだけでワクワクするような強烈な悪役、になってると思います。しかもやってることは例えばジョーカーとかいうと違って全然かっこよくないっていうか、ジョーカーより直接的に極悪な上にかっこよくすらないっていうことですよね。でまたその彼が要するに静かに知的に狂っているのだって、さっきのセリフだけじゃなくて、例えばある食事シーンでそれを示す、よくあんなこと思いつくなっていう、よくこの表現思いつくなと、ここもう言ってみればこれぞ嫌なフード理論っていうねことですよね。本当に見事だと思った。あの場面ももちろんオリジナルないです。だからこんな役をまずね引き受けた五郎ちゃんとそのマネージメントは本当に偉いです。マジ偉い。で、ね、稲垣吾郎さんといえばね、某テレビ番組で映画評もやってて、で、そこで三池監督もキャメオ出演している、ホステルね、イーライ・ロスの名作ですよ。名作ですよ。ホステルを、まあ、かつて酷評して、曰く、まあ、要するに非常に残酷で、だと。で、存在すら認めたくない映画だ。で、こんなのを見て喜ぶ人たちっていうのも本当に認めたくないみたいな、ような発言をして、僕はそれにすごく反発を感じてて、まあ個人的にボイコットだっつって、スマップの曲を1年間 DJ でかけなかったっていうせこいボイコットしてたんですけど、今もかけてますけどね。で、なんだけど、その五郎ちゃんが自ら、ある意味、これまさにホステル的な役柄
ですよね。ちなみにホステルもその残虐な描写っていうのがちゃんと最終的には完全懲悪的なカタルシスにつながってるっていう意味でスタンスとしてはちょっと、重なってる非常にエンターテイメントとして正しい作品だと僕は思ってるんですが、ということでね、でまあそのどういう事情かわかんないけど少なくともその彼のキャスティングですね、彼をキャスティングしたということ、そのホステル表を三池監督が踏まえてたかどうかは知りませんが、彼のキャスティングおよびそれに応えた彼の演技に関して言えばね、100点です。本当にスマップの中でもこの稲垣吾郎さんという人は一見そのなんかちょっとインテリそうな佇まいに見えますけど、要はね皆さんもお気づきの通りスマップの中でも一番実は天然な感じの人ですよね。要はスマップという国民的スーパースターの中でも一番本当にお殿様っぽい人なんです。そのままでお殿様っぽい人なわけですよね。ちなみにあのいつもメール送っていただく三角締めさんという方のね書いてらっしゃるあのブログで僕知ったんですけど、ジブリのさあの鈴木敏夫さんのジブリ汗まみれってあれで三池さんが今回出てその13人の資格について語ってる時にその五郎ちゃんのお殿様っぷりエピソードマジ最高ですよ本当に。へー、やっぱりちょんまげなんだとか、あとあれですよ、あそこの橋のところを通行しようとするところでこう行きますね、切っちゃおうかなって言ったらしいですか、ポツッと。とにかく、まあだからその五郎ちゃんも最高と、でこの成次という悪役をですね、今すぐぶっ殺さないと世界が破滅してしまうっていうほどの悪、それでいて目が離せない魅力的な特徴的なオリジナルなキャラクターとして成立させたこの時点でこの映画はもう勝ちですよ完全に。僕は稲垣吾郎さんは今年の助演男優賞はもう決定です、もう間違いなくもう最高です。でこの成次さんがさっき言ったようなねそのまあある種非常に、封建社会の歪み侍社会っていうの歪みっていうのをもう分かった上での悪の哲学を持ってるわけだけど、実はそれがそのまま要は正義の側であるはずの資格側の動機っていうのともうちゃんとこれ裏表とか合わせ鏡、実はこいつらは裏表なだけで同じだっていう風になってる構造になってるあたりも作品全体の深みを増してると思います。要するに侍はこの要するに江戸時代ずっと続いてきてもう平和な世の中なわけですよね。侍は完全にえばってるだけで役立たずな時代なわけですよね。実際に斬り合って人を殺したことがある侍はほとんどいない。だからつまり己の存在意義が見出せないままただ生きている。ただエバって生きているっていう存在ですね。ということです。で、ここに、オリジナルでは本当に、なんかもう取ってつけたような本当なキャラクターでしかなかった。まあ、山城慎吾さんが演じている、まあ、要するに、豪子、の末裔だっつってる、まあ、キャラクターが、まあ、あれは本当にオリジナルでは取ってつけたようなキャラクターだったんですけど、小屋田っていう、それを大きく変えて、唯一その封建社会、要はその殿様も資格側も、要はその論理の裏表なわけですけど、封建社会の論理の完全な外側にいて、それを相対化して見せる存在、まあ、山の民ですね。山に暮らしている、野生児というか、まあ、もう動物みたいな男として、その、伊勢谷大輔さんが演じる、伊勢谷裕介さん演じる、小屋田っていうのが、というキャラを置くことで、まあ、これ言ってみれば、七人の侍でいう、まあ、菊池を、あれをもっとまあもっとめちゃくちゃにしたようなキャラクターですけど、先鋭化したようなキャラクターですけど、まあこの映画全体が一種のその侍という存在に対する批評にもなっていると、ということですね。で、その伊勢谷さん、僕まあ要はほとんど荒唐無稽なレベルでかなり極端な役柄なので、ここは本当好き嫌い分かれるところだと思うんですけど、僕はむしろですねこの伊勢谷さんという役者さんがそのいろんなところで見るにつけですね、むしろ主にあの声とセリフ回しなのかな、なんかこう僕はむしろ異物感とか収まりの悪さを常に強く感じていたので、今回の役がむしろあ初めてハマったなってぐらい僕は思いました。で、あのこんだけ無茶苦茶な役柄なのにやっぱもう成立させちゃってるだけでも本当すごいと思いますし、他のキャラクターも本当にあのオリジナル版63年のオリジナル版より全体にですね、オリジナル版は13人の中でもメインどころはまあ描いてるんですけど、下っ端の方は割と本当にざっくり、なんか下っ端ですって感じで、ざっくり扱ってたんですけど、それよりは、描き込まれてます。例えばそのメインの、例えば、役所広司さん演じる新左衛門も、という人間をですね、なぜ彼が要するにリーダーなのかっていうあたりをちゃんと半兵衛のセリフで、ちゃんと言い切ってるあたりね。これはもうオリジナルにない要素ですし、クライマックスの展開が異常に納得できるようになっていたりとかですね、します。まあね、それでも確かに13人は確かに多いんですよ。全員は全員のエピソードがちゃんと描かれてるわけではないです。で、そこが不満に感じる人はいると思いますが、まあ、それを全部やってたら多分4時間とかになっちゃうと思うんだけど、具体的なエピソードというのでなくても、例えば高岡壮介、今回、
あまり役としてははっきり言って全然目立たない役です。多分途中まで高岡壮介って気づかない人いっぱいいると思うんですけど、ちゃんとね、最後にね、笑顔一発でちゃんとキャラクターとしての印象を残してたりとか、そういう風に、要はその具体的なエピソードじゃなくても最終的には存在感としてきちんと13人それぞれの印象は残るようになってると僕は思います。はい。まあそれを本気でやったらその4時間ぐらいになっちゃうし、僕はもう今となって4時間版が見たいぐらいですけど、少なくともその13人の描き分けということに関してはオリジナルよりはそこは進歩してるとこなんですよ、確実に。で、まあ例えばその他もですね、例えばナレーションで進行っていうのはしてない今回は、とか、戸田の私っていうエピソード、要はその要するに川のところで一旦計画を変更するっていうエピソードがあって、これはオリジナルから削られて、で代わりに逆に死角を放たれるシーンっていうのが加わってね、ここは要するに初めて人を殺す展開っていうのが加わってたりとか、プラスそのさっき伊勢谷くんのキャラクターの山に入っていくエピソードっていうのが入ってたりして、というあたりの変更点もあると、あとね、その役所広司さん演じるリーダーの新左衛門が最初に釣りをしてますね、とあとは、新六郎っていう、まあ、要は前回里見光太郎さんが演じて、今回は、はい、山田孝之さんね、あのね、まあ、今回その準主役級で非常に美味しい役っていうのもあるんだけどね、僕は改めてね、この人は素晴らしい役者に今後も間違いなくなってきますよともう確信しましたけど、山田孝之さんも今後素晴らしかったですけどね、まあ、その山田孝之さん演じる新六郎、博打の話、要は釣りの話と博打の話っていうのがオリジナルにはない要素として付け加えられたんだけど、これが付け加えられることによって後のいわゆるその戦術というか展開に一個説得力が増してるんですよね。釣りと博打のメタファーでなんでこういう行動を取るかっていうのに一個説得力が増してる。だからここも僕はもうあえて言わせてもらいますけど、オリジナル声ちゃんとしてるところだと思いますね。はい。まああとまあ最大変わってるところ、なんといっても最大の改変はまあクライマックス、落合塾っていうところで、まあ要するに要塞化したその落合塾で集団戦があると、オリジナルが30分で、時代劇史上最長と言われてたらしいですけど、今回は50分ね、宣伝文句に、ラスト50分の死闘って書いてあって、ラスト50分っていう概念は初めて聞いたって、半分じゃねえかっていうね、これにはちょっと笑いましたけど、ただ単にでもこれね、長くなってるだけじゃなくて戦い方とか見せ方が大きく異なってる。まあオリジナルは敵が52人いて、でそれをまあ狭いところ狭いところに追い込んでくっていう戦術で、まあチャンバラはすごい乱戦気味、なんかその要はこれはさっきも言ったような時代劇作りの基礎体力がちゃんとある状態、まあ特に盾ですね、盾を実際にこなせるきっちりできる人数が結構いるっていう条件であればこその演出だったと思うんだけど、まあ、今回はちょっとそれは叶わないと。で、どうなってるかっていうと、まあ、要は、ド派手になってるわけですね。敵が300。ね。で、それに応じて、落合塾のその仕掛け、要塞の仕掛けもかなりでかく派手になってて、まあ、そういう意味では、高等無形度はかなり増してますよね。はい。だって、ダーって閉まるね、柵とか、あれ誰がどういう動力で動かしてんだとか、あるけど、僕はこれはこれでやっぱその、子供向けは子供向けだけど、やっぱ燃えるなというか、何しろこんな巨大なオープンセットで、がっちりやってて、ちゃんと本当に家を一軒倒してたりとか、素晴らしいと思います。でね、見せ方として僕偉いなと思ったのは、ここでこう、ちゃんちゃんバラバラが始まるわけですけど、そこで、そのスローモーションとか、そういう今時風な、いわゆるその映像処理ですね。映像処理でアクションを済まそうとしてないところなんですよね。そういうことは今回一切やってないです。できる限りちゃんと時代劇のアクションとしてちゃんとやろうとしてるわけですよ。で、まあもちろんね、そういう時にズバ抜けてんのは、それこそオリジナル世代の松方弘樹さんとか加わってれば、これはもう正統派東映スタイルの、まあもう華麗なね、盾と見栄ですよね。明らかに一際目立つし、で、まあそれはもう百も承知でしょうから、多分取れ高が多かったなと思うんだけど、松方さんのところだけカットがあんま笑えてなくて、アクションをちゃんと一つの流れで見せるようになってて、で、それを可能にするやっぱスキルをちゃんと持ってる。逆にその松方さんのスキルが華麗すぎて、ちょっと浮いてるぐらいなんだけど、まあ役としてはやっぱいいんじゃないですか。で、その松方さん的なそれとはまた異なるスタイルですけど、僕今回ね、伊原剛さん演じるその、まあ、浪人ですね、剣豪ぶりも、オリジナルでその西村光さんが演じている、まあ、その鋭さというか、オリジナルと西村光さんもすごいいい役ですけどね、特に死に際は本当に最高ですけど、これぜひみんな、皆さん見ていただきたいんですけど、それも最高なんですが、それとはまた違う、要はその、人たち人たちにずしっとこう、重みを感じさせる、こう、剛腕感っていうんですかね、が、やっぱ素晴らしい。それがあればこそ、ちょっとね、三隅賢治的なと言いますか、人体真っ二つ切りみたいなのも、あれをこう、ドスンと切る人だからこそ、説得力があるというね、
ここもある意味こうちゃんと時代劇の三隅賢治イズムみたいなのもちゃんと入ってる、時代劇の歴史のオマージュにもなってるってとこもいいですし、まあ他の役者さんたちもですね、まあその決して盾は得意じゃないんだろうけど、カットをまあうまく割ったりとか、まあ見せ方でちゃんと成立させてるし、そもそもこの13人の刺客の大半は戦いに慣れてない、人を殺したことがない、戦争したことがない連中なんだからと考えると、あれくらいでいいとも言えるわけで、つまりこれね、題材のチョイスが正しいってことなんですよ。13人の刺客という話は時代劇がすでにのイズムが断絶してる時代にできる、つまりもう要するに侍イズム、戦いイズムが断絶してる時代の侍なんだからできるっていう、この読みがまず正しいってことも言える。で、だからその戦いが進むにつれて、だんだんその刀の振り方とかがね、そういう下っ端軍団はだんだん雑になっていく。頑張ってんだけど雑になっていくみたいなのも、もう多分にこれはもうリアルに疲れてんだと思うんですけど、もうそれもリアルですよ。リアルに疲れてるからリアルっていうね。はい。で、そのクライマックスのその死闘が50分も続くわけですけど、これ普通だったらね、派手なだけでだんだん飽きてきちゃいそうなとこだけど、50分の中で、だいたい、7分ごとぐらいかな、ちゃんと何段階かに見せ方が、フェーズが分かれてるんですよね。で、あとは、ここぞというところで、名台詞、決め台詞がちゃんと挟み込まれる。なんでお前ら侍はそんなに偉そうなんだよとか、そういうのが入ったりとか、あとはやっぱね、成次さんがね、戦の世とはこのようなものであったのかのう。はっ、おそらくは、なかなか良いものじゃのう。ね、世が老中になった暁には、最高のセリフですよね。そういうのでちょっときちっと締まるようになってたりとか、ちゃんと50分間が飽きない、ちゃんと何段構えにもなってるってことですね。これ素晴らしい。で、ちゃんと最後の対決もですね、なんでこっち側がこっち側に勝つかのロジックが、しかもちゃんと物語上積み重ねてきたロジック上の上でちゃんとあって勝つから、カタルシスもあるし納得度も高いっていうことなんですね。本当に素晴らしいと思います。まあもちろんね、皆さんおっしゃる通り、完璧な映画とは言いません。気になるところもいっぱいありますよ。僕個人的に一番残念だったのは、牛の CG ですね。うん、はい。まあ、牛に火つけて走らせるっていうのをね、それこそ今本当にやるのは無理にしても、それこそ無理にしても、もう少しあれなんとかなんなかったのかな。アイデアは素晴らしかっただけに。あと、やっぱりですね、さすがに岸辺一徳さんと伊勢谷くんのくだりは、いるか全体のトーンとも合ってないし、ちなみにこのシーンは現場での三池さんアイデアだそうです。脚本にはもともとなくて。はい。あと、吹石和江が二役の意味もよくわかんねえし、とかですね。あとはそうですね、クライマックス戦で、途中、その要は無謀モードにいきなり入るわけですよね。小細工は抜きだなんつって。少なくとも、表面的な物語上はちょっと唐突に感じられたりもする。このまま戦えばいいじゃんってあるんですけどね。はい。ということで、まあ、あとラストね、軽く首をひねらす感じみたいのは、あれは僕は、ありな三池テイストだというふうに僕は思いますけど。はい。まあ、ともあれですね、ねえ、そんな細かいことはどうでもよくなるほど、まずもう役者さんも本当にそのさっき言ったようなところもそう、隅々まで役者さんみんないいですし、ちょっと言及しきれなかったけど、僕市村正親さんもちゃんと要は新座のライバルというところにちゃんとなってるっていうことで僕はいいと思います。ちゃんと要するに役所広司さんと釣り合ってるっていうか、はい、僕はすごくいいと思いました。隅々まで役者さんもみんないいですし、何しろやっぱりそもそも脚本がやっぱ今回すごくよくできてると思います。セリフの一個一個はよくできてるし、それに応えるべく演出やら美術やらもそれにやっぱふさわしい志で本当に全力投球してます、と思います。これね、三池監督のフィルモグラフィー、本当膨大なフィルモグラフィーの中でもそれこそオーディション級の突出た傑作と言って僕はいいんじゃないかなと思います。要するにですね、これだけ面白きゃ文句ないよって思いますよ。もう年に何本かこういうのが見れば僕だから映画を見続けられるっていうかね。はい。僕はほぼオリジナル超えしてるぐらいに行っちゃっていいと思います、本当に。はい。要所要所の細かい演出のブラッシュアップもできてますし、素晴らしいと思う。で、はい。あとそうですね、こういうとこ良かったねと思うのは、予告とかであれでしょ？なんか、イーグルスがイメージソングとして使われてた。それ本編でやらなくてよかったね。これね、そういうとこも大正解とかね。いうあたりですかね。ほんとテレビ局主導でもね、お金かけるって意味ではいいもんできんじゃんと。これ実際のテレビ放映時どうすんだろうねっていうね。うんねえ、気もしますけど、そういうのはまあ、でもとにかく、テレビ放映時とか待たずに、これぜひ見ていただきたいと思います。さっきも言いました、年配の人が結構入ってるっていう風に聞きましたけど、まあ時代劇だからっていうんで、これはもっとね、ほんと普通に若い世代とかにもっと話題になっていい。だって面白いもん。はい。五郎ちゃんだけでね、3000部ぐらいではね、
3000円分ぐらいはもう全然元取れてますから本当に、という意味で本当に僕はあ、ここまで今の日本映画でできんじゃんということで興奮しましたし感動しました。本当におすすめです。はい、絶対行ってね。